だろうね。楽しいゲームをやるべきだから、楽しむべきだと思うよ。アップできたら順応するしかないから、猫があったら便利だけど、ないじゃないで、一人用だったら別にやめてもいいんだ。構えてキャンプキラーって増えてるから大くらい回さないと思う。フェアにやってくれる、あ、どう超えたものじゃなきゃ俺はいいと思うよ。まず電気回せよ、まずよ。しかいねえからな、本当によ。マジでやってることなんせこすぎて。ダメだよな、こいつらってよ。なんで発電機回さねえんだよ。こういう汚いキラーだろ。デススリンガーとか見た瞬間にまともにやんねえだろ、こいつら。トニーよ。ダメだよな、ここで。まあ、メムはいいよ。他のやつは何やってんだよ、この状況でよ。発電機回さねえんだぞこいつらよ。怒り覚えるわ。お前らとゲームしてどうやって勝つのか教えろよ。この状況でどうやって勝つのか説明しろよ、まずよ。ガンのある状態だな。
ダメだよな。まともじゃねえ奴らとゲームすればまず無理だもんな。ちゃんとしてる奴だったらもう発電機回すのに回してくれねえんだからよ、一人たりとも。発電機回さねえんだよ、もう。回さなきゃどうやって数のか説明しろよ、まず。回さないで数方法。浮かんでだからちょっと無理だぞ、もう。どうやってやればいいのか説明しろよ、まず。この状況でガンを持ってる俺が。おかしいなぁ、これ。発電機を回さないと勝てねえだろ。ガンでどうやって言えっつんだ、まずよ。壊す、ガングペンティメントとかそういうのかな。発電機を触ってねえからわかんねえんだよな。なんでそこなんだよ、俺のとこねえんだよ。俺ガングね、入ってるぞ。俺どうすんだよ。ガング入りだぞ、ガング入り。回せよ。時間がねえだろ、おめえよ。舐めてんのか、まず。なんで回さねえんだよ。4代目を回すのはエース。こんな状況でも回してる。これがヒロちゃんの凄み。超一流プレイヤーってのは逃げることはできない。こんな劣悪な状況でも。俺のが止まった。ここまでやってて回せよ。回せよ、もう。
なんであれをトーテム壊してる暇あんだよ、まずよ。チェストあさりするとかよ。最悪だな、こいつはよ。発電機は回さねえ。発電機回すしかねえんだよ。発電機を回せ。サボってんじゃねえよ、まず。なんです、回さねえんだよ。いやーもう、で、こいつは来ねえし。ありえねえだろうよ。どうやってやるのだか教えてくれよ、発電機回さねえで勝つ奴らの神経よ。こんなに勝てるよ、試合を落とすんだからもう、手を離すからダメなんだよ。触ればいいだろ、単純に。いい。もう、自分で行け、発電機に。発電機のところに行かないで、お前はどうするんだよ。なんで発電機に触りに行かねえんだよ。お前知ってんだろ、発電機の場所。舐めてんのか。俺がこうやってチームのためにやってんだろ。ずーっと、逃げてるドワイトロがいるぞ、これ。発電機も回さねえで。売れれば勝ちだろうよ。なんでそこの発電機に行かねえんだろう。チームで勝てばいいんだよ。な、俺が正しかっただろ？セルフケアあるんだから。俺が治療までやってたら勝てなかった、このゲーム。こういうチェストあさりしかしねえやつって。チェストアサリしかしないやつがどうやって助けに行くんだよ。これがヒーローじゃーん。デッドバイロアス。これ見たか。これ見た。これ見た。助ける素振りして助けないやつと、もう初め腹から助けないやつ、みんなどっちの方が気持ちいい。やってるプレイがもう生き残ること丸出しだったから、こんなやつは救助行かないことは分かりきってるから。分かりきってるよ。その人は行くかもしんない。気持ちはわかるけど、発電機の位置がメグと、ニコラスしかいねえんだわ。ニコラス・ケイジしかいねえんだわ。来てるのが。ドワイトはもはやもう、安全策取ってるだけのやつだから。チェストアーサリー何回もやってるだろ。うん、だから、ニコラス・ケイジしかいねえんだわ。だから俺があれやったんだわ。チームのためにセルケアをしてもらうやつは三流。今の状況を把握して、ヒロちゃんってのは優れてる才能を持ってるんだから、今のは正しいでしょ。ニコラス発電機触れって。伝えてんだわ、メッセージ。もったいねえんだわ、セルフケア売ってる時間なんかも。チームの勝利が優先だから。暗殺虐待って、追ってる時に初めて増えて、追い回してない時に初めて減るやつだよね。俺は 50% で120秒だったね。同じ、どっちもなんだけど。ディストーション。オーラ消すのと、迅速がつくとかそんなことでしょ。お、迅速がつかないね。オーラが消えるって言うんだよ。そこで30秒いればオーラ、トークン溜まるっちゃう。
動作法、劇作法。劇作法でいいのかな。いろんなことが起こるっちゅう。最後の切り札はベリーレアと、アンコモ。普通のやつ。ベリーレア以下とアンコモ以下がつく。おそろ32メートル範囲。32メートルのあれが見える。こいつは何？パーク持ってるってこと？回復を持ってないからなのかわかんないけど。当てて、餌あさりするやつなんだ。エロディのパークでいいんだ。